馬のぞみたかしは、十国諏訪への、第六代の王。武木王馬院の子。天伏十二年、文章王馬規範が死去すると、兄弟の中で最年長であった三十兄の馬、貴学を排除し、三十五帝の馬のぞみひろしが、諸将により擁立された。これを不王が定めた、兄弟相続の威訓違反と反対し、馬貴学擁立を企てる。犬優三年、 馬木学は原住民勢力と結託し末期疲労、攻撃、同時に南東に大使進化を称し、短衆攻撃の援軍を要請した。馬望広氏は、東伐軍を派遣するが大敗。馬木学は、順天王を自称し不可衆を包囲、守備隊への投降を促しついに不可衆を占拠した。馬望広氏は捕らえられ、しばらく後に自殺を命じられている。 即位した馬木学は政務を馬望高氏に一任し、その馬望高氏も部下に一任するなどの国内政治の混乱が見られ、また私卒に対する恩賞も限定的であったことから、軍の離反が発生した。保大正9年、女武氏らが反乱を起こし、馬木学を高山形に軟禁、馬望高氏が即位することとなる。即位後は主職に溺れ民心を失った統治を行った。 このような政治的な混乱の中、祖国内には派閥抗争が発生し、また南党もスワイへの進出を狙っていた。ジョタケは、バノゾミタカを殺害し国内の立て直しを企てたが、政変を事前に察知したバノゾミタカは、南党の保護を求め、この要請を入れ南党より変死のぎは進駐し、バノゾミタカは、家族と共に投降、ここにスワイは滅亡した。 滅亡後、馬氏は南東に移され、馬のぞみ隆氏は英大軍節土市に封じられ、洋州に居住した。保大正14年、甲州が南東を攻撃し、洋州を含む歪南地域を占拠すると、馬氏は甲州の都の城の開封に移され、馬のぞみ隆氏はウリン島軍に任じられている。この記録を最後に、司書から馬のぞみ隆氏は姿を消している。 ありがとうございます。